久保さん、今回スーパーファミコンにしましょうかあのねスーパーファミコンさっきやってたんですけど、まあ、買った理由が動画撮るためで買ったんですけど12回しかやってなくてまたちょっと動画撮るためにやりました <laughs>、はい、動画撮るためにやりましたよスーパーファミコンこちらですどうもーはいえー今回ですね わかんないですねまあいいや動画今アップしてるんであのスーパーファミコンのマリオカートが出たのって1900何本だっけなあのすげえ古いんですよ今から30年前1992年で今2022年じゃないですか なんで、ほんと30年前なんですね。30年前。すごいですよ。30年前ですよ、30年前。うん。30年前のファミコンっすね。<laughs> なんか、僕、僕の中ではスーパーファミコンって、なんか、結構新しいファミコンなんですけど、気づいたら30年経ってるっていうね。<laughs> まあ、小学校の時ですからね、僕が。 まあまあ40歳ですからね今まあ30年前かっていう話なんですけどなんかねなんか僕まあファミコンあの止まっちゃってるんですよねで今プレステ5ですかなんかこのクオリティに僕はもう止まってるんですよねスーファミからうーんそう で何が言いたいのかっていうと、まあ、あの、昔のね、その、マリオカート、そのスーファミのマリオカートをね、未だにやってる人いるんですよ。スーファミ、スーパーファミコン。はい。えー、スーパーファミコンの、えー、レトロゲーム解説、えー、63万回。スーパーファミコン、えー、タイムアタック、205万回。 スーパーパマリオカートエンディングまで6600回、はい、これすごくないですか <laughs>、うん、これねすごいですよね、うん、そういってらっしゃい